わしだ。あいつを叩いて終わらせてやるぜ。よし、我らも行くぞ。待って。どうした？あの男の手元、間違いない。私の力がある。なんだって？あの男が持っているのは水。私の手元にある火を打ち消す力。この戦い、簡単にはいきそうにないわね。どういうことだ？お前の力にはそんな複雑な感じ。複雑じゃないわ。今手元にある火が水に弱いだけ。もちろん火が得意とする力もある。なんとなく分かりかけてきた。その力は全部で5つじゃありません？そう、よく分かったわね。やっぱりだ。ということは、シリュウ、レイカさんが何者か。分かった。それでレイカ殿、敵はその水を使って何かをしてくると。違う。奴らは水を持っていることで、すでに我々の力を削いでいる。つまり、こちらは力を出し切れない。どうしてそれを？確かに、それが真実ならば、厳しい戦になるな。正面から敵に当たるのは避けなければ。私としては力を取り戻したいところだけど、今回ばかりは厳しいかしらね。リュウ、そしてチョウ、さすがの武勇だが、その勝勇もここまでだ。援軍。劉備殿、頼りきりで申し訳ないのだが、どうか早々からこの地。あの曹操という男、水の力を持っている。水は私の持つ火の力を打ち消す。この戦い、苦しいものになりそうね。敵は強撃を仕掛けてきたか。それへ対する。
助手城内には高低差が多くあるようです。援軍を呼び高所から攻撃を仕掛けましょう。
やられたか。助手城に到着しました。
準戦。わかりました。速やかに。敵の兵力、確かにこの兵力差は。我が道に。待った。あの、そう。Yeah.
助手じゃ。
わかり。敵の兵よ。確かに。
前が。
信じる者の。